売信員裁判とは、売審人が判決や事実認定を行う合法的な手続きのことである。これは裁判官、または裁判官団がすべての決定を下すベンチトライアルとは異なる。売信員裁判は、多くの顧問労の司法制度において、重大な刑事事件のかなりの部分で用いられているが、すべてではない。アジアの古文老地域では、 陪審員が偏見を持ちやすいという理由で陪審員裁判を廃止しているところが多い。また、多くの大陸報告では刑事事件については陪審員や裁判員が法制度に組み込まれている。米国のみが刑事事件以外の様々な事件で陪審員裁判を日常的に利用している。他の顧問ン法域では 民事事件全体の中でごく一部の事件でのみ、陪審裁判を採用しているが、世界の他の地域では、真の民事陪審裁判はほとんど行われていない。しかし、一部の大陸法地域では、仲裁パネルが設置されており、法的な訓練を受けていないメンバーが、仲裁パネルのメンバーの専門分野に関連する、特定の主題分野の事件を決定している。陪審裁判は、 大陸法制度ではなく、古文老制度の中で発展してきたものであり、たとえ特定の事件で実際には、ベンチトライアルが想定されていたとしても、米国の民事訴訟規則や刑事訴訟規則の性質に大きな影響を与えてきた。一般的に、適切に要求されれば、陪審員裁判を受けることができるため、事実認定は、複数回の審理ではなく1回の裁判に集中し、 裁判の判決に対する上訴審査は大幅に制限されている。顧問労制度を持たない国では、売信裁判の重要性ははるかに低い。売信には、刑事事件で、被疑者を起訴するか否かを、売信員が決定する大売信と、売信員が、刑事訴訟や民事訴訟の審理に参加する商売信がある。大陪審、商売審の名称は、 大陪審の方が商売死によりも、構成人数が多いことによる。一般に陪審という場合は商売審のことを指す。陪審員は、一般市民から無作為で選ばれ、刑事事件や民事事件の審理に立ち会った後、陪審員のみで評議を行い、結論である評決を下す。同様に、一般市民が裁判に参加する制度として、三審制や、日本で実施されている。 裁判員制度があるが、陪審制は、裁判官が表議に加わらず、陪審員のみで事実認定と法の適用を行う点でこれらと異なる。陪審制は、イギリスで古くから発展し、アメリカが衆国等に受け継がれたものである。アメリカでは、連邦や各州の憲法で、刑事陪審及び民事陪審が保障されており、 全受験数から見れば一部であるとはいえ、年に9万件以上の売信審理が行われている。イギリスでも、刑事売信が行われているが、現在、民事売信はほとんど行われていない。その他、オーストラリア、カナダ、韓国、デンマーク、ニュージーランド、ロシア等で、売信制が行われている。日本でも、戦前、1928年から、 刑事売信が実施されたが、1943年に施行停止にされたまま現在に至っている。現在売信制が実施されている主な国であるアメリカ及びイギリスにおける一般的な売信審理の手続きは以下の通りである。売信員の数は伝統的には12人であるが、法域によってこれより少ない人数としているところもある。売審員は、 一般市民の中から無作為で選任され、宣誓の後、法廷の中に設けられた陪審員席に着席して、審理に立ち会う。ネバダ州にある裁判所の陪審員席。通常は、陪審員席は左右どちらかの壁際にあり、法廷の中央に設けられているのは珍しい。陪審員の参加する審理においては、裁判官は法廷を主催して、訴訟式を行い、 売信員が偏見を与えられたり、不適切な証拠が法廷に持ち込まれたりすることを防ぐ。そして、裁判官は審理が終わった段階で、売信員にどのような法が適用されるべきかという詳細な設置を行う。売信は、法廷に提出された証拠と裁判官の説示を踏まえ、事実認定とその事実に対する法の適用の双方について、 密室で表記した上で、評決を投信する。民事賠償では、例えば被告の責任の有無だけでなく、損害賠償額についても評決を投信する。刑事事件では、賠償が、有罪、無罪を投信し、有罪の場合の量刑については裁判官が、決定するのが原則である。評決は、伝統的に全員一致であることが必要であるが、現在では、 法域によって特別多数決を認めるところもある。陪審員の意見が分かれ、全員一致や特別多数決の条件を満たさない場合は評決不能となり、新たな陪審の選任から裁判をすべてやり直す必要がある法域が多い。評決が出た場合、裁判官はその評決に従って判決を下す。ただし、 売信員の判断が証拠を無視した、著しく不適切なものであると判断したときに、裁判官が売信員の判断によらず判決を下すことができる場合がある。売信員だけが事実認定を行う売信制と異なり、職業裁判官と民間人が共に審理、評議を行う制度を三審制と呼ぶ。主にヨーロッパの大陸諸国で採用されている。 三審院は事件ごとに選ばれる、陪審員と異なり、人気性である。日本で2009年5月21日から施行された裁判員制度は、原則として一般市民から選ばれた裁判員6名と職業裁判官3名による合議体により、一定の重大な刑事事件の審理を行い、事実認定及び量刑を判断するものであり、 三審制に近い制度である。ただし、裁判員が事件ごとに選ばれる点では、三審制と異なる。イングランドをヘンリー二世、今日の陪審制の原型となる制度を設けた。陪審の起源は、少なくとも旧世紀諸島のフランク王国で、国王の権利を確認するために、地域の重要なものに証言させた制度に遡ることができる。 カール大帝の息子、ルートビヒ一世が829年に国王の権利について判断する際、その地方で最も優れた、最も信頼できる人物12人に先生の上陳述させるという制度を設けた。この制度がノルマンコンクエストを経てイングランドに伝えられたとされる。なお、こうして大陸からもたらされた制度とは別に、 997年頃、アングロサクソンの王エゼル・レッド2世が、12人の騎士に、精鋭者に対して、いかなる無実の者も卒位することなく、いかなる有罪の者を隠すことはないとの宣誓をさせる。こととした法律にも、陪審の一つの起源を遡ることができるという説がある。いずれにしても、現代の陪審性の形成については、 12世紀のイングランド王ヘンリー2世の設けた制度と1215年のマグナカルタが大きく寄与したという点で多くの歴史家が一致している。ヘンリー2世は司法制度に対する国王の支配を及ぼすために売信を利用したと言われる。ヘンリー2世は土地と相続の争いを解決するためにアサイズという訴訟類型を設けた。そこでは 自由かつ法律上の資格のある男性12人が集められ、先生のもと、誰が真の所有者内し相続人であるかについて、自らの知識を述べた。これは、今日の民事売信の原型と言える。ヘンリー2世は、刑事裁判でも、1166年のクラレンドン直令において、後の大売信にあたる訴追売審を創設し、法律上の資格のある、 男たちに、先生のもと、犯罪について疑わしい人物を誰か知らないか、報告させた。当時、こうして訴追された者は、神名裁判にかけられていた。マグナカルタに署名する、ジョン王。1215年のマグナカルタでは、同廃からなる陪審の判決によるのでなければ、処罰されないという権利が宣言された。これは、貴族が王権を制限するために、 ジョン王に認めさせたものであった。同じ年、第4ラテラン公会議で、教皇院のケンティウス3世が、聖職者の神明裁判への参加を禁じたことにより、神明裁判を行うことが難しくなったこともあって、それに代わるものとして陪審による審理が広がっていった。その頃の陪審の役割は、まだ、証人として、自らの知識を述べるというものであった。 証拠に基づいて事実認定を行うという現代的役割を担うようになったのは14世紀ないし15世紀になってからである。もっともその後も17世紀頃までは陪審員は法廷に現れた証拠の他に個人的な知識に基づいて評決を下すことができその点で中立性は強く要求されていなかった。また 初期の売審制においては、売審人が有罪評決を投信するまで監禁されるということも行われていた。性質裁判所では、有罪評決を出すことを拒んだ売審人に対し、土地や財産を没収して処罰したことが知られている。このような伝統からの転換点となったのが、1670年のブシェル事件であった。クエーカーであった。 ウィリアム・ペンとウィリアム・ミードが、集会先導罪で訴追された際、有罪評決を出すことを拒んだ十二人の陪審員は、食べ物や水も与えられずに二番監禁され、それでも、無罪評決を撤回しなかったため、罰金を納めるまでの間、懲役刑に処せられた。ブシェルをはじめとする四人の陪審員は罰金を納める、ことを拒否し、ヘイビアス・コーパスの訴えを提起したところ、 高等法院王座部の主席犯人は、売信は、事実の認定について、他からの干渉を受けないという画期的な判断をして、ブシェルラを釈放した。こうして、17世紀頃には、売信は、被告人にとって、過酷な刑罰からの防護壁という重要な位置づけを与えられるようになった。古くからのイングランドの刑罰は、重罪事件で有罪になれば、ほとんどが、 死刑に処せられていたが、中世から18世紀にかけての裁判記録には、陪審員が多くの重罪事件の被告人を無罪としたり、落因や無知打ち程度で済む、より軽い罪としたりしたことが記されている。アメリカも植民地時代からイギリスの陪審性を刑事し、13国ともに憲法で陪審制を保障していた。アメリカ植民地では陪審制は、 当初は重要な地位を占めていたわけではないが、18世紀半ばにイギリスの支配に対する批判が高まってくるにつれて、本国の圧政に抵抗する手段としての役割を果たすようになった。植民地においては、イギリス国王の任命した検察官が卒業を行い、国王が任命した裁判官が裁判を主催していた中、陪審だけが、 同じ植民地人から構成されていたからである。1735年には、ニューヨーク植民地の総督に対する批判的記事により文書先導罪で起訴された、新聞出版業者のジョン・ピーター・アーゼンガーに、事実関係に争いがなかったにもかかわらず、ニューヨークの陪審が無罪評決を下した。また、イギリスは、植民地の貿易を支配するため、 植民地を出入りする商品は、イギリスの船舶で運ばなければならないなどとする公開条例に基づく取り締まりを行ったが、陪審はしばしば無罪評決を出した。これに対し、イギリスは、陪審審理を用いない特別裁判所を設置したが、これに対する不満も、アメリカ独立戦争に向かう一つの要因となった。アメリカ独立宣言でも、イギリス国王が多くの事件で、 売信による真理の利益を奪ったことを非難している。ロサンゼルスにおける最初の女性の売信1788年に発行したアメリカ合衆国憲法では刑事売信が保障された。この時民事売信の保障が入らなかったのは売信が地元の訴訟当事者に有利に判断しがちであるということが懸念されたためであるが、 民事売信の保障に対する州の要求は強く、1791年の憲法修正条項で刑事売信及び民事売信の権利が保障された。同時に大売信も保障された。当初は売信員になることができるのは十分な視力のある白人男性に限られていたが、1868年に憲法修正14条が批准された後、 連邦最高裁は、陪審員の資格を白人男性に限る州法は、修正14条の平等保護条項に違反するとして、人種による差別を禁止した。ただ、その後も、陪審員1任人の過程で黒人が排除されるという、実態は根強く残った。女性も、1920年に選挙権が付与されたものの、男性と平等の条件で、 陪審員を務めることができるようになったのは1975年になってからであった。訪米中に陪審制を観察したフランスのトクビルは陪審は人民に統治を行わせるための最も力強い方法であるとともに人民によく統治することを教えるための最も効果的な方法でもあると述べた。陪審制には以下のような意義があると考えられている。 一方、陪審性に対しては、陪審の事実認定能力、法的用能力に対する疑問や、陪審性にかかるコストの面から、次のような批判がある。アメリカでは、陪審性に対する、様々な批判があるが、陪審性へのアメリカ市民の信頼度は、弁護士、裁判官、連邦議会、連邦最高裁判所に対する信頼度よりも高く、陪審性の廃止論は、 強くない。イギリスでは、自由と民主主義の守り手、市民の常識の反映といった、売信性の意義を擁護する意見がある一方で、民衆に多大な負担を課しながら、熟練した犯罪者らに制度をうまく利用する機会を与えるだけの、高コストで時代遅れのものになっているとか、売信性自体は良いとしても複雑な事件や、 デリケートな事件には向かないといった批判も強く、費用と時間の観点から、20世紀を通じて、売信の適用範囲及び権限は大きく縮小された。売信が事実認定と法の適用を行う際、その前提となる法は裁判官の設置に従うこととされている。しかし、売信の評決は、結論のみを示し、そこに至る理由を示さない。 一般評決が原則であるため、陪審が、故意に法を無視した評決を下すことが事実上、可能である。これを陪審による法の無視という。典型的なのが、被告人の有罪を立証する証拠が十分あるにも、かかわらず、その行為を処罰する。法自体が、正義に反すると陪審が考えた場合に、無罪の評決を出すような場合である。例えば、 前期のジョン・ピーター・ゼンガー事件、禁酒法時代に、アルコール規制法違反で訴追された、被告人に、無罪評決が多く出された、例、黒人や、公民権運動の関係者に対する、殺害等で訴追された、白人至上主義者に、全員白人の陪審が、無罪評決を出した例などが挙げられている。陪審による法の無視は、民事、刑事いずれでも起こりうるが、 特に刑事事件で陪審が十分な証拠にもかかわらず、無罪評決を下した場合、英米法では二重の危険の禁止により検察官の上訴は許されないので、上級審が法適用の誤りを理由に再審理を命じるなどして、訂正する手段がない。陪審による法の無視については、法律問題への陪審による不当な介入であり、当然許されないという否定的な見方と、 民間人の価値観を反映することも、法の健全な発展、改革にとって意味があるという肯定的な見方がある。中には、陪審には悪法を無視する権限があるとして、積極的にこれを呼びかける団体もある。アメリカの連邦最高裁の判決には、陪審は、過酷な法を執行することを拒否することにより、より工事の正義を与えることもできるという。 売信によるる法の無視を想定した表現もある一方、連邦公訴裁判所の判決には、陪審による法の無視は、設置された法を適用するという陪審員の先生に違反するものであるとして、法の支配の観点から、陪審による法の無視は望ましくなく、陪審員が、証拠の有無に関わらず、無罪としようとしていることが分かった場合には、 裁判官はその陪審員を解任できるとの判断を示したものがある。少なくとも陪審が法を無視することができるということを裁判官が設置の際に述べるのは不適当であるという考え方が一般的である。陪審員が個人の知識をもとに裁判を行っていた古くの陪審とは異なり、 現代の陪審は法廷に現れた証拠のみによって判断しなければならず、中立公平性が強く要求される。しかし、審理前や審理中の報道によって、将来の陪審人または現在の陪審人に偏見が与えられると公平な審理が妨げられるので、報道による陪審への影響をいかに防ぐかが問題となる。イギリスでは、 氷結が下されるまでの間、事件に関する報道を厳しく制限することにより、売信への影響の防止を図っている。すなわち、制定法や、顧問論により、マスメディアの事件報道に対し、重い罰金などの制裁を伴う強い規制を課している。審理前には、関係者の名前や、予備審問の日時、場所のような最低限の情報しか報道してはならない。 予備審問等は一般に公開されているものの、その内容を広く伝えることは規則によって禁じられている。審理が始まった後も、報道は手続きを正確に伝えるものでなければならず、現在または将来の手続きに害を及ぼすようなものであってはならない。これらに違反した場合は、法定侮辱罪による処罰の対象となり、時々、 法廷侮辱罪による処罰が行われる例がある。スコットランド、アイルランドも、おおむね同様の規制を敷いており、オーストラリア、ニュージーランド、カナダでは、これより、緩やかな規制をしている。これに対し、アメリカでは、報道の自由の観点から、マスメディアに対する報道規制には、厳しい憲法上の制約が課せられている。もちろん、アメリカでもマスメディアによる、 陪審員への影響は問題となり、連邦最高裁は関係者から事件に関する様々な情報がマスメディアに流された事案で被告人の公平な審理を受けるというデュープロセスの権利が侵害されていると判断し裁判官は適切な措置を取るべきであったとした。しかし、連邦最高裁は1976年のネブラスカプレス事件判決で マスメディアに対する報道禁止は、表現に対する事前規制であることから、厳格な審査基準で、合憲性が審査されるとしている。従って、このような報道禁止が、憲法上許されることはほとんど考えられないとされる。また、被告人の善科や、まだ証拠能力を認められていない、被告人の自白などを報道することに、 刑事罰を科す事後規制も厳格な審査基準で審査される。さらに、報道による将来の売信人に対する影響を防ぐために、予備審問等のトライアル前、手続きを非公開にすることも限られた場合にしか認められない。予備審問手続きへのアクセスには、憲法修正一条の権利が及ぶためである。したがって、アメリカでは、 報道による偏見のルフを防ぐための方法としては、弁護士や検察官のマスメディアに対する発言を制限する放送倫理規定が大きな役割を果たしている。ほとんどの州では、アメリカ法律家協会が作成した放送倫理模範規定の3つのバージョンのいずれかを採用している。これは、記者会見やインタビューなど、弁護士の法廷外でのメディアに対する発言を 規制するものであり、これに違反すると懲戒処分を受けることとなる。連邦司法省でも、検察官を含む職員を対象に、同様のルールを定めている。また、偏見を及ぼすような報道がされた場合に、陪審に偏見を持ち込まないため、次のような手段が用意されている。アメリカでは、アメリカ合衆国憲法修正第1条により、 審理前の報道が自由に行われるのと同様、審理後に、売審人が評議の内容を話すのも自由であり、評議の体験談を、タブロイド紙、出版社、テレビ局などに売るものさえいる。このため、注目を集める事件などでは、内幕話を売ろうという思惑によって、売審人の行動が歪められてしまったり、記者が売審員らに強引に取材をしたりするという、問題もある。 一部の裁判所では、例外的に、報道機関に対し、売信員からの取材内容についての規制を課すことも、あるが、売信員自身に対する規制を課すことはほとんど、行われない。一方、イングランド、ウェールズ、北、アイルランド、カナダでは、売信員が表記の内容を明らかにすることは、禁止されている。イングランド・ウェールズでは1981年、 法廷侮辱罪法8条により、評議内容を聞き出したり漏らしたりする行為を罰する、名文規定を設けたが、これに対しては、陪審性についての学術的研究の妨げになっているとの声もある。オーストラリアでは、報道機関が審理終了後に、陪審人に接近する行為は、法廷侮辱罪で、処罰されるが、陪審人個人が、 自分から無償で話をすることは許されている。ニュージーランドでも判例法により報道機関が売償人にインタビューをする行為は法廷侮辱罪で処罰される。売償性はイギリスにおいて顧問労とと共に長年発展してきたことから売償性が顧問労に与えた影響は大きい。主に手続き面では次のような点が指摘されている。また、 契約法の分野でも、次のような点で、売信性の影響が指摘されている。さらに、刑事法の分野でも、売信審理が面倒で、コストがかかるものになったことが、司法取引が発達した一つの要因として挙げられる、ことがある。保障アメリカ合衆国では、重罪で訴追された者は、売信による審理を受ける、憲法上の権利を有する。すなわち、 アメリカ合衆国憲法3条では、すべての犯罪の審理は陪審によって行われる。審理はその犯罪が行われた州で行われる。と規定されており、さらに修正6条では、すべての犯罪の訴追において、被告人は、犯罪の行われた州を呼び、地区の公平な陪審による、迅速かつ公開の審理を受ける権利を有する。と規定している。これらの規定は、 直接的には、連邦の裁判所に適用されるものだが、修正14条一節のデュープロセスに、売信性の保障も含まれることによって州にも適用されるとするのが、連邦最高裁の判例である。合衆国憲法上は、軽微な犯罪については、売信審理の権利はないとされ、自由刑の上限が6ヶ月を超えるか否かが、基準とされている。 すなわち、上限が6ヶ月以下の自由刑に当たる罪の場合には、陪審審理は合衆国憲法上要求されておらず、そのような事件では、各州が陪審審理を許すか否かを選択できる。合衆国憲法とは別に、ほとんどの州の憲法でも、刑事陪審の権利を保障している。なお、連邦最高裁は、被告人は、 有罪か無罪かの点だけでなく、制定法や量刑ガイドラインが原則的に設けている上限を超えて、被告人の刑を過重するための事実についても、陪審審理を受ける権利を有していると判断した。陪審審理の法規アメリカの刑事事件の大多数は、陪審の評決ではなく、司法取引によって決着している。すなわち、被告人が、 アレインメントで有罪の答弁をする代わりに、検察官は起訴する、罪の数を減らす、軽い罪で起訴する、裁判所に対し軽い刑を求めるといった取引が行われる。被告人が有罪の答弁をした場合は、耐審の権利も放棄されるため、裁判官が量刑を決め判決を下すだけである。多くの州で一審に起訴された重罪のうちトライアルに、 持ち込まれるのは10%足らずである。また、トライアルが行われる場合でも、被告人が、賠償審理を放棄すると、裁判官による審理が行われる。ただし、合衆国憲法上、被告人が、賠償審理を放棄できるという無条件の権利は、与えられておらず、連邦裁判所では、検察側の同意と裁判所の承認があった場合のみ、被告人は、 売信審理を放棄できる。州でも、売信審理の放棄を無条件で認めているところは、少なく、裁判所もしくは検察官の同意、またはその両方を必要としているところが多い。売信員の人数及び専任手続き売信員の人数は、連邦裁判所では原則として12人であるが、当事者双方が合意したときはそれより少ない構成と、することができる。 州によっては、12人より少ない人数としているところもあり、また被告人に12人未満の構成を選択することを認める州もある。合衆国憲法上、6人にまで減らした構成も許されるとされるが、重罪事件で5人の構成とすることは、被告人の売信心理を受ける権利を侵害するもので、一件であるとされた。 バイシイン候補者への召喚状ユナイテッド、ステートディストリクトコートウエスタンディビジョンジュリー・サムンズ、ジューン2015連邦裁判所では、バイシインの選任方法は、連邦制定法によって定められている。まず、有権者名簿その他の名簿をもとに、バイシイン抽選機を用いて、バイシイン候補者が無作為に必要な数だけ、抽出され、その候補者らには、 売信員の資格があるかを判断するための書類が送られる。18歳以上で、その管轄地域に1年以上居住している、アメリカ市民ではない場合、英語の読み書きができない場合、英語を話せない場合、精神的、身体的疾患のため売信員の任務を行うことができない場合、継続中の刑事事件または、重罪の前科がある場合は、結核自由となり、裁判官が、 結核自由の有無を判断する。結核自由がないものは、事態が認められる場合を除き、有資格者となり、その中から、必要な時期に、売信員候補者が選ばれ、召喚状が発布される。多くの州でも、同様の手続きを取っている。こうして集められた、売信員候補者団の中から売信員を選ぶ、際には、裁判官または、 当事者から売信員候補者に対する尋問が行われる。これを予備尋問という。その結果をもとに、各当事者は売信員候補者が偏見を持っている恐れがあるとして、理由付き忌避の申し立てをすることができる。これには、人数の制限はないが、裁判官が申し立てに根拠ありと認めた場合に限り、その売信員候補者は除外される。また、 各当事者は一定の数に限り理由な指揮費を求めることができる。州裁判所でもおおむね同様の手続きであるが、実際の選任手続きのあり方は州によって異なる。評議及び評決裁判官は審理が終わった段階で、賠審に対する設置を行う。設置の中では適用すべき実態法、どちらが立証責任を負うかや、 立証責任が果たされるに必要な証拠の程度などの証拠法の原則、評決に達するための手続きについて説明される。その後、陪審は法廷から評議室に下がり非公開で評議を行う。裁判官、訴訟当事者を含め、陪審員以外の者は誰も、評議の内容を見聞きすることはできない。評議は複数日にわたることもある。その結果、 評決に達した場合は、法廷に戻り、陪審委員長または、初期官が評決を読み上げる。連邦及び各州では、陪審の有罪または、無罪の評決には、全員の一致が必要である。評決が成立しない場合は、評決不能となり、再度トライアルをやり直さなければならない。合衆国憲法上は、12人の陪審員のうち10人の、 多数決による評決を認める州法も合憲とされたが、6人の構成の場合には、全員一致の評決でなければならず、5人の多数決による評決は違憲であるとされた。刑事事件では、個々の事実についての認定を示す個別評決は、どの法域でも行われておらず、有罪か無罪かの結論を示す一般評決である。陪審から、 氷結に達することができないとの報告を受けた場合、裁判官は、場合によって、再評議を命じたり再考を促す追加設置をしたり、することもできるが、最終的には、氷結不能による、審理無効となり、新たな売信の先任からの再審理を行うこととなる。氷結後の手続き陪審が、有罪の氷結をした場合、裁判官は量刑を行い、判決を言い渡す。 売信は有罪または無罪の判断を行い、有罪の場合の量刑は裁判官が判断するのが原則であるが、州によっては、特に死刑事件など一部の事件で、売信が死刑適用の逃避や刑期についての意見を述べることができるなど、売信の判断が量刑を決定ないし左右することがある。有罪の評決の場合、裁判官が被告人の申し立てに基づき、 必要な票数が満たされているかを調べるため、個々の売死人に対し評決に賛同しているか、否かを確認することが可能である。売死の無罪の評決を裁判官が覆すことは許されないが、売死が有罪の評決をした場合に、裁判官が被告人の申し立てに基づき、無罪判決を下すことは許されている。保証民事事件で、審理を受ける権利は、 アメリカ合衆国憲法修正7条で保障されている。すなわち、コモンロー上の訴訟において、訴額が20ドルを超えるときは、売信による裁判を受ける権利は維持されなければならない。売信によって認定された事実は、コモンローの純則によるほか、合衆国のいずれの裁判所においても、再審理されることはない。と定められている。修正7条は、 陪審審理を受ける権利を新たに創設するものではなく1791年の時点のコモンローにおいて存在した陪審審理を受ける権利を維持するものである。ここでコモンローとはアメリカがその時点でイギリスから受け継いだ法制度を意味する。1791年当時のイギリスでは訴訟はコモンローの訴訟とエクイティの訴訟に分かれていた。 コモンローの訴訟においては、売信審理を受ける権利が認められていたが、エクイティの訴訟では認められていなかった。1938年に制定された連邦民事訴訟規則2条は、民事訴訟という一つの訴訟形式のみがあると規定しており、コモンローの訴訟とエクイティの訴訟の区別がなくなったが、今日でも、 1791年当時顧問ンロ上のものであった訴訟には、賠償審理を受ける権利が認められ、同じくエクイティ上のものであった訴訟には、賠償審理を受ける権利がない。もっとも、連邦民事訴訟規則によれば、裁判所が裁量で賠償を用いることが許されている。ある制定法に基づく訴訟が、顧問ンロ上のものか、エクイティ上のものかを判断するには、まず、 その訴訟と18世紀当時、コモンローとエクイティが一緒になる前のイギリスの法廷で起こされていた訴訟とを比較して、どちらの類型とより類似するかを判断する必要がある。次に求められている救済方法を審査し、その性質上コモンロー上のものであるか、エクイティ上のものであるかを判断する必要がある。救済方法が金銭賠償だけである場合には、 純粋に、古文老上のものであり、賠償の権利が認められる。差し止め命令、契約解除、特定履行のような非金銭的救済は、エクイティ上のものであるから、賠償ではなく、裁判官の判断に委ねられる。連邦最高裁は、エクイティと古文老双方の請求がされているときは、古文老上の請求について、賠償審理を受ける権利は存続し、裁判官が、 エクイティ上の請求について判断する前に、顧問老上の請求について陪審による判断を受けなければならないと判断した。刑事陪審と異なり、修正14条のデュープロセス条項の内容には含まれないと解されているため、民事事件で陪審審理を受ける合衆国憲法上の権利は、州には及ばない。もっとも、コロラド州を除く49州において、 州憲法で民事売信の権利が保障されており、同州においても憲法上の保障ではないものの民事売信が実施されている。売信審理の要求連邦裁判所の民事事件では、刑事売信と異なり、いずれかの当事者の要求があった場合に限り、売信審理が行われる。一方の当事者が売信審理を要求した場合、相手方は、 売信審理を望まなくても拒否できず売信審理が採用される。売信審理を要求するためには、最後の外訟書面が送達されてから10日以内に、売信審理を要求する、胸の書面を相手方に送達し、その後相当の期間内に、これを裁判所に提出しなければならず、この手続きを行わない場合は、売信審理を受ける権利を放棄したものとして扱われる。 その場合は裁判官による審理が行われる。もっとも、事実審理前に、訴えが却下される場合があるほか、裁判官は、当事者の申し立てにより、重要な事実についての真の争いがないと判断する、場合には、トライアルを行うまでもなく、サマリジャッジメントという判決で一審手続きを、終局させることができ、これらの場合は当然、売審審理は行われない。 またトライアル前に和解が成立して事件が終局することも多い。陪審員の人数及び千人手続き、イギリス以来の伝統に従い、アメリカの民事陪審も12人の陪審員で構成されるのが原則である。しかし、連邦裁判所における6人制の民事陪審も憲法修正7条には違反しないとされた。連邦地裁では、 トライアル開始時の陪審員の人数は6名以上12名以下の範囲で裁判所が必要と考える人数とされトライアルの途中で欠員が出た場合6名以上残っていれば補充しなくても評決をすることができるまた当事者が合意した場合は5名以下になっても評決をすることができる週裁判所でも場合によって6名の陪審を認めているところが多い 民事陪審における陪審員の選任手続きは前述の刑事陪審と概ね同様である。連邦裁判所では理由付き寄避のほかに各当事者は3名ずつの理由なし寄付を行使することができる。表記及び評決審理が終わってからの設置から表記への流れは前述の刑事陪審と同様である。ただし連邦裁判所の場合裁判官は 当事者の申し立てに基づき、合理的な賠償であれば相手方に有利な判断をするだけの証拠はないであろうと判断するときは賠償に評議を求める前に法律問題としての判決を下して一審手続きを終局させることができる。それ以外の場合、裁判官は賠償に対して評議の上評決を答申するよう求めるが、その際には原告証訴か、 被告証訴か、また原告証訴の場合は、救済内容についての結論だけを投信する、一般評決を求めるのが、一般的である。しかし、裁判所は、各争点についての結論をそれぞれ投信する、個別評決を求めることもできる。賠償の評決は全員密致であることが、求められるのが普通であるが、連邦裁判所では、 当事者が合意した場合は全員一致でなくても評決をすることができる。週裁判所でも場合によって全員一致を要求しないところが多い。評決後の手続き裁判官は評決に従って判決を下すのが原則である。しかし裁判官は評決後であっても当事者の再度の申し立てに基づき合理的な賠償であれば相手方に 有利な判断をするだけの証拠はないであろうと判断する場合には法律問題としての判決によって評決と異なる結論を下すことができる。また法律問題としての判決を下さない場合でも評決について証拠上あまりにも疑問があるときは裁判官は当事者の申し立てまたは職権により再審理を命じることができる。前述のサマリジャッジメントや 法律問題としての判決は裁判官が賠償をコントロールするための手段として重要な意味を持つという意見がある。アメリカの刑事事件では多くが司法取引で解決されまた取り下げられる事件も多いため耐震が開かれる割合はわずかである。また民事事件でも事件の大多数が和解等で終わるためトライアルに至る事件は少なく その中でも売信によるトライアルが行われるのは少数である連邦地方裁判所と州の一般管轄を有する裁判所における刑事、民事の各真珠件数及び売信トライアルの件数をそれぞれ合計すると次のようになっている。さらに近年トライアルの減少が指摘されている。連邦地方裁判所におけるトライアルの件数と その真珠件数に対する割合は次のようになっており、陪審トライアルは件数、割合ともに減少傾向にあることが伺われる。同様に、衆裁判所でも、陪審トライアルは、減少傾向にある。衆裁判所を対象とした調査によれば、刑事事件では、1976件から2002年までの間に、記載件数が急増する一方を、陪審、裁判官ともに、 トライアル件数は減少し、うち重罪事件についてみると、1976年には、記載件数に対するトライアルの件数の割合が、約9%であったのに対し、2002年には、約3%まで減少していた。民事事件でも、事件数の増加に対しトライアルは減少し、うち一般事件についてみると、1992年に、 被災件数に対するトライアルの件数の割合が約6%であったのに対し2002年には約5.6%となっているそれでも推計によれば毎年約500万人のアメリカ人が売資人候補者として裁判所に出頭しうち約100万人が売資人に選任されている1999年に行われた アメリカ人1,800人を対象とした調査では24%が売信員を経験したことがあると答えた。別の2004年の調査では47%が売信員を経験したことがあると答え、また多くが売信性について肯定的な見方をしていることが分かった。イングランド及びウェールズは売信性を生んだ土地であるにもかかわらずアメリカと異なり、 売信の権利を保障した成分憲法がないこともあり、次第に時間と費用がかかりすぎるという考え方から売信心理が制限されていった。19世紀半ば以降、特に民事売信は衰退していき、詐欺、名誉毀損、悪意訴追、布告、不法監禁という、ごく一部の事件に対象が限定されることになった。刑事売信でも、 19世紀から20世紀にかけ、陪審審理が行われない、治安判事裁判所の管轄できる事件の範囲が、徐々に拡大するにつれ、実質的に、陪審審理は限定されるようになったと指摘されている。イングランド及びウェールズでは、陪審員は18歳から69歳までの有権者登録がされている市民から無作為に選ばれ、 毎年約20万人が陪審員を務めている。刑事陪審イギリスの陪審刑事事件のうち一定の重大な事件である正式基礎犯罪は治安判事裁判所における予備審問の後に必ず国王裁判所に送られ選択的基礎犯罪は治安判事により正式基礎手続き相当と判断された場合は国王裁判所に送致される。治安判事が 略式基礎手続き相当として、自らの裁判所で裁判することを決定した場合でも、被告人は、国王裁判所における、売信審理を選択する権利がある。こうして、国王裁判所に送られた事件は、売信により審理される。略式基礎犯罪については、治安判事が裁判を行い、売信審理は行われない。ただし、2003年刑事司法法により、 国王裁判所でも、陪審審理が行われない二つの例外が設けられた。一つは重大または、複雑な詐欺事件について、審理にかかる期間や複雑性から、陪審審理の負担が大きいと判断した場合には、裁判官が、陪審なしの審理を命じることができるとするものである。この規定は、立法過程で、大きな論争を招いたため、 議会両院が認めるまで施行されないこととされており、2008年現在、政府の努力にもかかわらず、この規定の施行の目途は立っていない。もう一つは、陪審に対する干渉が疑われる事件で、陪審なしの真理を許すものである。これは、陪審に対する干渉について、現実的かつ差し迫った危険を示す証拠があり、警察による保護をもってしても、 干渉が行われる十分な可能性があり、かつ売審なしの審理が正義にかなう場合に許される。同規定は2006年7月24日に施行され、最初に適用されたのは2008年2月であった。このほか2004年ドメスティックバイオレンス処罰及び被害者法17条から20条にはドメスティックバイオレンスで訴追された被告人について、 一部の素因だけをサンプルとして、売信で審理し、有罪の場合には、残りの素因を裁判官のみで審理するという規定が、設けられた。これらの規定は2007年1月8日に施行された。また、被告人が、答弁で、前に同一犯罪で裁判を受け、有罪判決または、無罪判決を受けたことを理由として、一時不再利の申し立てをした場合も、 裁判官はその問題を、陪審なしで判断する。現在、刑事事件の事実審理の大多数は、放送資格のない治安判事により行われており、陪審審理が行われるのは1%ないし2%程度に、過ぎない。1997年の時点で、約186万人の被告人が、治安判事裁判所で裁判を受けるのに対し、 国王裁判所で裁判を受けるのは、約9万1300人で、そのうち無罪の答弁をして、売信審理を受けるのは67%である。売信審理を受けた者のうち、無罪の評決を受けるのは40%である。検視売審検視官は、刑務所または、警察の留置場で人が死亡した場合、警察官の職務執行に際し人が死亡した場合、 労働における健康と安全等に関する法律に当てはまる死亡の場合、または人の死亡が公衆の健康をもしくは安全に影響を及ぼす場合には死因審問のため陪審を召喚しなければならない。2004年イングランドウェールズにおける死者51万4 0人のうち2万8300件について死因審問が行われそのうち570件が 陪審によって行われた。民事陪審。1846年までは、イングランド及びウェールズでは、すべての顧問牢ロ上の民事事件は陪審によって審理、されていた。しかし、1846年の法律で、集裁判所が新設され、そこでは、当事者が希望した場合で、5ポンドを超える事件に限って、陪審審理が行われることとされた。 すると、州裁判所で、売信審理を要求する当事者は、実際には少なかった。この新しい制度が成功をもって受け止められたことに、加え、裁判官の精錬さと、法制度の専門家が次第に認識されるようになった、こともあって、1854年の、都門老手続き法で、高等法院王座部における、訴訟当事者が、 裁判官一名のみの審理を選べることとされた際も大きな抵抗なく受け入れられた。その後の80年間に民事事件における陪審審理の利用は着実に減っていった。1883年には最高法院規則で陪審による証拠調べが不便であるなど一定の場合に裁判官の裁量により陪審審理を行わないことが認められた。 1933年の司法運営法6条は、高等法院王座部における、陪審審理の権利を次の事件に対して保障する。一方、その他の事件については、高等法院王座部で審理されるいかなる訴訟も、裁判所または裁判官の裁量により、陪審で審理するか、陪審なしで審理するかを命じることができるとした。この法律は、事実上、 上記の限られた事件を除き、イングランド及びウェールズにおける民事陪審に終わりを告げるものであった。1966年の控訴院の判決で、デニング裁判官は、人身障害の事件は、損害の算定に技術的な専門知識と経験が必要であるため、陪審審理にふさわしくないとの判断を示した。その当時、すでに当事者が、 人身障害の事件で、売信審理を求めることは、ほとんどなかったものの、民事事件の多くを占める、人身障害の事件で、売信審理が否定されたことは、民事売信の終焉を決定的にした。ロンドン地下鉄で発生した、キングズクロスの火災についての1990年の訴訟では、訴訟当事者が、売信審理を求めたが、 事件の技術的な性格を理由に拒否された。1981年最高法院法69条は、1933年法6条を、改め、高等法院における、民事売信の適用範囲をさらに狭めた。すなわち、売信審理を行わなければならない事件を、詐欺、名誉毀損、悪意訴追、不告、不法監禁の事件に限り、かつ、 これらの事件においても、トライアルに、書面や、金銭の計算や、科学的調査、あるいは現場の調査が必要で、売信により行うには不都合であると裁判所が、考える場合には、売信審理を行わないことができるとされた。今日、イングランドとウェールズにおける、民事事件のトライアルのうち、売信によるものは1%未満であり、その多くが名誉毀損事件である。 売信員の数と評決何らかの理由で、売信員が解任された場合も、最小人数の売信員が残っている限り、トライアルを続行することができる。裁判官は、売信に対し全員一致の評決を求めるべきであり、何があっても、2時間10分が経過するまでは、多数決が可能であることを述べてはならない。これはもともと2時間であったが、売信に、 評議室に下がってから落ち着くための時間を与えるために延長された。スコットランドの最高法院スコットランドの刑事事件は、最高法院、州裁判所の正式手続き、同じく州裁判所の略式手続き、または簡易裁判所のいずれかに起訴され、審理される。このうち最高法院と州裁判所の正式手続きでは、売審審理が行われるが、 他の二つでは裁判官による審理が行われる。殺人罪と合姦罪は最高法院に専属的管轄があるので、売審審理が保障されている。その他の事件は、検察官の選択により、最高法院、州裁判所の正式手続き、同じく州裁判所の略式手続きまたは、簡易裁判所に起訴される。被告人には、 正式手続きと略式手続きの選択権はない。スコットランドの刑事陪審のイングランドなど他の法域と比べた場合の特殊性は次の3点にある。一方、スコットランドの民事陪審は1815年にイングランドから移入されたもので、陪審員の人数や評決に必要な数、評決の種類などはイングランドと同様である。民事陪審が行われるのは 最高民事裁判所における一定の類型の事件に限られ、当事者の希望による。対象となるのは、人身障害に対する損害賠償の訴え、名誉毀損の訴え、過失または準過失の不法行為に基づく、訴え、一定の根拠に基づく、厳格の訴えである。賠償心理の記述が指定されるのは年に200件程度であり、 そのうち実際に期日が実施されるのは年に50件程度である。陪審審理が必要な事件では、エディンバラ及び老ア案に居住する者の中から36人の陪審人候補者が召喚され、その中から12人の陪審人が選ばれる。評決は全員一致または多数決で行われる。北、アイルランドでは、 陪審裁判の役割はオームネイングランド、ウェールズと同じである。もっとも、テロリストであるとされるものの犯行については、1973年から、陪審裁判ではなく、裁判官のみの裁判所で行われた。これはアイルランド独立戦争の間に陪審に、対する脅迫が多く行われたことによる、安全面の改善に伴い、 ディープロックコートは2007年7月に廃止されることとなった。陪審性はアメリカ・イギリス以外にもイギリスの旧植民地などを中心に世界の多くの国にある。2000年の時点で次の国、地域に陪審性があることが報告されている。ただし、これらの中には特に民事陪審については制度ないし規定としてはあっても 実際には全く、あるいはほとんど用いられていない国、地域もある。以下、各国における現行の売信制の例を挙げる。日本に、売信制が紹介されたのは、幕末から、明治初年にかけてであり、当初ジュリーの訳語としては、立ち合いの者、男子、受刑師、倍座長審、陪審などが用いられていた。ボアソナードが、刑法草案、知財法草案に、 売信を用いたことなどから、売信が定着した。明治憲法では、売信制は採用されなかったが、1928年から1943年までの間、公術の通り売信法のもとに、刑事事件で、売信制が行われた。1943年以来、同法は施行停止されている。また、戦後のアメリカ統治下であった沖縄県でも、 1963年から1972年までの間、アメリカ民政府裁判所において、陪審制が実施されていた。東京地方裁判所にあった、陪審法廷遠隔明治憲法制定にあたって、日本が参照したプロイセン王国法には、陪審制の規定があり、当初は日本でも陪審制の憲法での名文化が、議論されていたが、大久保利道 木戸孝義、伊藤博文らの海外施設団は、帰国後の報告書で、売信制を、日本で実施することは難しく、かつ、不要であるとした。結果的に、明治憲法では、売信制は採用されなかった。1909年の第26回帝国議会において、立憲政友会議員から、売信制度設立に関する権威案が提出され、衆議院を通過したが、 この時は、売信制は、成立を見なかった。その後、対象デモクラシー運動が公用する中、1918年に、原高内閣が成立すると、原は、売信制度導入に着手し、司法省に置かれた、売信法調査委員会において、法案が起草された。しかし、三延部達吉や、数密院は、裁判官の資格を持たない者の,の裁判関与を認める。 売信制は、明治憲法24条に違反するなどと主張して、売信の評決が、裁判官を拘束しないこととするなどの大幅な修正を求めた。結局、現内閣を継いだ、高橋小紀夫内閣がこれらの修正を受け入れ、1923年の第46回帝国議会において、売信法が成立し、1928年10月1日から、 施行された。対象事件法定刑が死刑または、無期懲役、無期禁錮にあたる刑事事件については原則として、賠審の表記に付すこととされ、長期3年を超える有期懲役、禁錮にあたる事件で、地方裁判所の管轄に属するものについては、被告人が請求した時には、賠審の表記に付すこととされた。この請求賠審は、日本独自の制度であった。 もっとも、被告人が公判または、公判準備において、控訴事実を認めた場合は、陪審の表記に付することはできないとされた。また、被告人は、法定陪審事件であっても、陪審を辞退することができ、請求陪審事件で一旦陪審を請求した。後でも検察官の陳述の前であれば、請求を取り下げることができた。なお、法定陪審事件。 請求売信事件の要件を具備する場合でも、大死人の特別権限に属する罪、皇室に対する罪、内乱に関する罪、外観に関する罪、国交に関する罪、相上の罪、治安維持法の罪、軍機保護法、陸軍警報または海軍警報の罪その他軍機に関しを課した罪、法令によって行う公選に関しを課した罪については、 陪審裁判の対象としないこととされた。陪審員、陪審員は12人で、陪審員の資格としては、30歳以上の男子で、直接国税3円以上を納めており、読み書きができるなどの要件を満たしていることが、必要であった。他に、引き続き2年間以上同一市町村に住居すること。ただし、近地3社、順位近地3社、破産者で復権を得ない者。 老者、阿者、呂者、懲役、六年以上の禁錮休憩法の重罪の刑、または重禁錮の処せられた者は、陪審員にはなれない。陪審裁判の手続き陪審事件については、公判前に、公判準備期日の手続きが行われ、被告人を尋問した上、証人尋問等の証拠調べの決定が行われた。この時点で、 被告人が事実に間違いない胸陳述すれば、陪審は中止され、通常の審理に移行した。後半期日には、陪審員候補者名簿から抽選で選ばれた36人の陪審員を呼び出した。その中から検察官と被告人は、理由なく忌避することができ、忌避されなかったものの中から12人が陪審員となった。立命館大学末川記念会館に移築されて、 残る、京都地方裁判所の陪審法廷。その後、後半手続きが行われ、裁判長による陪審員の心への予告、陪審員の宣誓検察官による被告事件の陳述、被告人尋問、証拠調べ、論告、弁論、裁判長の陪審に対する説示犯罪構成事実の有無についての問いと進行した。陪審は、 裁判長から文書を受け取ると、評議室に入り、評議の上、しかりまたは、叱らずとの答申をすることとされた。犯罪構成事実を肯定するには、陪審員の過半数の意見によることが必要であった。評議が終わるまでは、裁判長の許可がなければ、評議室から出たり他人と話をしたりすることができず、後半が数日にまたがる場合は裁判所に設置された。 売信飲宿者に宿泊しなければならなかった。裁判所は、売信の有罪の答申を採択する場合には、上場に関する事実の尋問、証拠調べ、第二次の論告、弁論を経た上、法令を適用して、有罪の言い渡しをし、無罪の答申を採択する場合には、無罪の言い渡しをする。しかし、裁判所は、売信の答申を不当と認めるときは、 他の売信の表記に付することができた。売信の答申を採択して、事実の判断をした判決に対しては、控訴をすることはできなかった。なお、大臣への上告はできた。売信制の停止多額の売信費用が被告人の負担とされることが多かったこと、売信を選択した場合は、控訴によって事実認定を争うことはできなかったことなどから、被告人が、 法廷売審事件で売審を辞退したり、請求売審事件で一旦売審を請求しても、請求を取り下げる例が多かった。裁判官が売審人の答申に拘束されないことも、売審性の意義を骨抜きにするものであった。1928年から1942年までの間に、法廷売審事件25,097件のうち、 実際に売審に付されたのは448件、請求陪審事件で請求があった43件のうち実際に売審に付されたのは12件であった。1941年と1942年には陪審審理は1件ずつしか行われなかった。また、第二次世界大戦が激化するにつれ、市町村では徴兵業務の負担が重くなり、 売信人名簿の作成が難しくなってきたことから、市町村から売信制停止の要望が出された。こうして、1943年4月1日に、売信法の停止に関する法律によって、売信制が停止されることになった。同法は、不足参考において、今時の戦争終了後再施行、すると規定していたが、再施行されないまま今日に至っている。 この制度によって484件が陪審に付され、うち81件に無罪判決が出た。復活論と裁判員制度終戦後、占領軍は日本における陪審制の復活を強くは主張せず、1947年4月16日交付の裁判処方では、別に法律で刑事事件の陪審制を設けることを妨げないと規定されるにとどまった。 1999年7月に設置された司法制度改革審議会で国民の司法参加が取り上げられることとなり、売審制に関する議論が急浮上したが、同審議会の最終意見書で、職業裁判官と市民が共に評議、評決を行う、三審制に近い裁判員制度の採用が決まった。米国民政府裁判所で行われた。 売信員の抽選当時の沖縄県では、高等弁務官を長とするアメリカ民政府と、その下に置かれた琉球政府があった。1963年3月8日、アメリカ民政府刑事裁判所及び、刑法並びに、訴訟手続法典が改正され、アメリカ民政府裁判所における刑事裁判について、大売信と小売信が導入された。また、 1964年5月21日、アメリカ民政府民事裁判所が改正され、アメリカ民政府裁判所における民事裁判について賠償制が導入された。以後、刑事、民事の賠償制が1972年の市政権返還まで行われた。これは在住のアメリカ人やアメリカ人弁護士からの賠償裁判への要求があったためであるとされる。 最もっとも、純粋に、アメリカ人だけが関与する制度ではなく、陪審員の資格としては、アメリカ国籍を要求せず、単に、3月間琉球列島内に居住したもの、とされていたことから、琉球住民を含め居住者のすべてが陪審員として、参加することができた。また、刑事、民事事件ともに、当事者が、アメリカ人の事件に限定せず、高等弁務官が、 合衆国の安全、財産、または利害に影響を及ぼすと認める重大な事件については、アメリカ民政府裁判所の裁判権が及んでいたことから、居住の者が当事者の事件も陪審による審理を受けることができた。制度の概要は次の通りである。この制度により1963年から1972年までの間に行われた陪審裁判は、刑事、 民事合わせて、およそ10件程度と推定されているであった。主に複数箇所で引用されているもの。冒頭の太字は客中における略記を示し、当該略記をもとに五十音順、アルファベット順に整列した。その他の文献は、生徒出版面で引用する。ありがとうございます。